さあちょうど始まったところですね。さあこちらでは、今回はそうですね、M田選手が中堅でルオンを投入していますね。ますね。はい、M田氏のキャラクターとしては、まあ、割と警察州ですとか、今作に関しては変えてくる傾向にあるんですが、今回は中堅ルオンと。さあ少年に対してルオンをぶつけてきたというのは何か意図とかはあるんですかね。そうですね、まあ、かなりルオンの方は M ダッシュ選手の方は、まあ、練習はされていたので、全然実戦投入できるレベルかとは思いますので、今回もやはりちょっと、まあ、お試しの意図ももちろんあるかもしれないですけども、ね、まあ、ちょっと M ダッシュ選手の中では今回はルオンといったところでしょうね。はい、もうプレイヤーの質をよく分かっている2人だとは思うので、おそらくヒッキンを対戦経験自体は今回はそこまでないとしても、プレイヤーの質自体はおそらく分かっていると思いますので、この K ダッシュを使った立ち回りを仕掛けてくるのかなと僕の方は思っていたんですが、あえてルオンを投入して崩しメインで戦っていくと、さあいった選択を見せている M ダッシュです。ここで、中堅戦となりますルオン・ジェニー、こちらのカードでほぼほぼメインで当たるという試合になりますね。中堅ルオンは、このおそらく、まあ、中堅に置いている以上はこのジェニーにぶつけてきているとは思うんですけど、その回答はどうなるのか。おっとこれはこのローリングサンダーコンボミスをしてしまうとワンコンボになってしまいます。うん、いい角度は見えません。このジェニーにやられる前に一気に攻めて倒してしまおうという作戦ですかね。そうですね、あまりフットワークを使って距離を使うことなくガンガン前に行くスタイルでジェニーにプレッシャーを与えていきます。 M ダッシュうまく合わせてきます少年。うわこの角度ジェニーにもこれがあります。この角度のジャンプ B は見えない。ここは重なっていません。前に行きます。あまり後ろで守ることなく、ここは近距離し直接捉えていきます。はい、二段技なんでやはりヒットするとヒット確認がしやすいですよね。はい、いやここは直接近距離 C をねじ込んでいくというライブなしのルオン。さあいろいろ考えてると、あいったもうストレートの近距離 C が直撃してしまうという。そうですね、はい、まあ、投げに行ったとしても、そうですね、仮にそれが投げが出なかったとしても、まあ、2段技が出てフォロー、あいった場面でフォローができるので、はい、非常にルオンの、まあ、いいところでもありますよね。その辺ルオンの近距離 C 便利ですね。はい、さあクローネン同キャラ戦となりますが、 M ダッシュのゲージがもうそろそろマックスといった状況でかなりゲージ差がついているんですが、少年ここで1ゲージ細かくダメージ奪っていきます。ただしここのさあ0ゲージいや 0.5 ゲージの状況でどう守りきるか少年。まだまだ M ダッシュの体力が残っているんですが、細かくここでゲージを使ってダメージを伸ばしていきます。ガードガード、あっと壊しを通していくのは M ダッシュ。ゲージはここは温存、温存してきましたね。次のターンでフィニッシュするとジャンプ飛ばしプレッシャーをかけていくのは M ダッシュ。逃げ切れるか少年。さあギリギリのところなんですが、ここまで来るとゼロゲージでもさあチャンスが見えてくる。ジャンプ飛ばし、うわー、これは後天追いかけた。いやー足ります。いやー後天一気にプレッシャーがかかったところに逃げようとした後天を捉えていくという。そうですね、この一瞬のプレッシャーから来るさあ逃げ道を塞ぐという、いや少年の動きお見事、しっかり狙いを済ました一撃でしたね今のは。そうですね、もうこのタイミングしかないというところで前に来ましたね。はい、そして逃げようとした後天も捉えるという。さあ今の一瞬見逃さなかった少年、集中しております。非常に集中力の高い、さあワンプレーとなりました。2試合目となります、キャラクターの変更はなし。 M ダッシュはルオンで行くんですかね。そうですね、はい、ワンコンボ取っているな M ダッシュ。鬼焼きしゃがみ A から、さあお互いダメージの取り合いになっています。立ちぶってほしい、追いかけて立ちぶってほしい、追い返していくのは少年。
もう一個。さあダウンの奪い合いになっているんですが、ここではまだ体力はほぼほぼ五分なところでワンコンボ叩き込んでいくのはエムラッシュ。ただゲージは使いませんでした。確定、うん、いやお互い負けていないですね。おっと、おっとここはゲダン。さあシーソーゲームといった形になりました。この草薙今日同キャラ戦制したのはエムラッシュ。ワンコンボ取っては取られ取っては取られというそうですね、はい、試合展開になりましたね。うまい。いやこの一瞬見逃さないですね、エムラッシュ。ちょっとした空振りも命取りになりますよね。そうですよね。いやしかし今の一瞬見逃さないというのは恐ろしい集中力。遠距離リーの空振り、まあ、確かに大攻撃なんで大きいといえば大きいんですが、いやダッシュしてしゃがみをねじ込むという集中力なかなか難しいですよね。さあこれ気づけば体力がかなり、おっとこれは一つミスになります、うん、さあこれは鬼焼きが暴発、目の前で空振り。やはりその斜め D をまあおそらく前あの入れてからの、はい、あの荒神コマンドが、まあ、波動拳コマンドといいますか、はい、基本的なコマンドになるんですけど、ちょっと鬼焼きコマンドと重複しやすいの で、 そうです、ね、はい、ああいった部分で漏れやすいところですよね。あの辺がやはり草薙今日使う上での悩みどころというか、はい、大会であれになってしまうという恐怖と戦いながら使わなくてはならないというのが草薙今日ですよね。さあそういった精度の高さも求められます、草薙は。おっと、さあ続いてルオンなんですが、ジェニーがうーん、そうですね、ここまで盛り返してはいたんですがあと一歩足らず体力がついてきませんでした。そしてここからですよね。そうですね、ジャンペン、これは大きいダメージになります。これはあと最後の、うん、一撃は入らなかったのですが、おっとどういう展開になるのか。後ろに下がるのは少年、ゲージは2本、この2本をどう使うかですね。ジャンプ D、 ジャンプ飛ばして空中カウンター、捉えているのは少年。あっと、いや先ほどの1試合目と同じような光景だったんですが、これは捉えることはできず、ほんとわずかの、うん、とこヒートシールド、ここはダメージを取っていきます。ほんとわずかの差で、1試合目はちょっと早かったので間に合ったんですが、2試合目は同じようなタイミングなんですがわずかに届かないという、うん、さあギリギリの攻防を見せていきます。これはさすがに使っていくでしょう、フュージョンブラスター。あー減りましたね。あーっとこれはこれは致命傷、うん、3割3はどういうエムラッシュ、1本取り返していきます。いやこのジャパンリーグ少年選手は本当にギリギリの戦いで、そうですね、はい、3-2、3-2とギリギリの試合を勝ってきているといったジャパンリーグになっているんですが、このデイ3でもやはり波乱が起きそうですね。そうですね、ここで1対1、まあ、やはりそのサードどういうエムナシ選手もかなり今回調子は良さそうな場面も見られますの で、 そうですね、確かに2日間通してみてかなり調子は良さそうに見えますよね、うん、さあ3試合目となります。先にリーチをかけるのはどちらか。おっと目まぐるしく入れ替わりましたね。そうですね、うん、ギリギリの接戦をものにしている少年、今回もギリギリの試合までもつれ込むのか。お互いダメージを取り合っているという草薙今日同キャラ戦、あまりでも一方的な展開にはならないんですが、ここではそうですね、エムナシ側の草薙今日はかなりダメージを取っているという状況、様子を見ているんですが、前に来るのはエムナシ、これはリアですね、75式つなげてこれはフィニッシュまで持っていくでしょう。いやここでは大きなリードがつきました。そのエムラッシュ選手のこの草薙の動きについてなんですけど、はい、少年選手がやはりこう警戒しつつ様子を見ているにもかかわらず、そのダッシュと細かいストップを混ぜることによって、はい、なぜか飛びがそのまま通るんですよね、うん、エムラッシュ選手、はい、非常に今のは細かい動きが見られましたね。
さあこれは前転逃しません。大きなダメージになります。1ゲージを使って置き攻めまでゲージを溜めつつ、さあ前に行くのは初年、よくガードした。一瞬立って相手の方向しっかり見極めてのガード、突っ込みます。ゲージを使って突っ込んでいく、うん、確定取れている。防風に対して前転からしゃがみ絵が確定、そうですね、ちょっと持続気味に出してはいたんですけど、はい、それでも確定しましたね。確定は今のは少年にとっては大きいですね、うん、しゃがみ通したのが少年、うん、さあこれで逆転します。ディハインドまで強制ダウン、足払い確定、これも取っていく。ローリングサンダー、ここで変化球、相手の的を絞らせないように近づこうとしたんですが、しっかりガード、いやーここでようやくクリーンヒット、大きいダメージになります。さあ、ムス選手のローンが要所要所、そのジェニーが前に飛ぶタイミングで、はい、いつもジャンプ D を早出ししてるんですよ。なるほど、はいはい、かなり空をあの制しているので、はい、なかなかジェニーチャンスを作らせませんでしたね。やはりこの空対空を制するというのがこの KOF では、まあ、勝ちに直結すると、そうですね、はい、いったところを熟知しているので、勝負どころとしてこの空対空を持ってくる M ダッシュ、その狙いどころがピンポイントということですね、うん、とここはジャンプ D、まあ、相手が前に攻めたいところはあのバックジャンプでしっかり捉えていくという相手の攻め手を一つずつ刈り取っていきます。タッチブット欲しい、あーっと正面から、これも大きいダメージ、うん、さあ、ルオンでここはフィニッシュまで、いやここはルオン、いやーこうなってくるとこの少年戦ルオンを使って正解だと、うん、このルオンがかなりの活躍を見せています。あまり捕まる場面を見ないですね、そのルオン自体ですね。そうですね、はい、まあ、そうですね、ここ最近は K ダッシュも多かったんですけども、そうでしょうね、ただまあここ一番の大きい舞台でやはりルオンを使ってくることがやはりたまにはあったので、はいはい、ルオンか K ダッシュかといったところでしょうね、きっとルオン自体守り要素に不安が残るので捕まると厳しそうにも見えるんですが、はい、まあ、そもそも捕まっていないという、そうですね、はい、そこも防止するためのああいったジャンプリーの早出しの仕方とか、ね、はいはい、ああいった細かいところでも技の出し方が非常にうまく捕まえることができないといった状況に陥ってますね、少年は。さあここは画面端から脱出、遠距離 D、少しずつダメージを取ってきた、あっとしゃがみ絵は届きませんでした。ジャンプ飛ばし切り返していきます、近距離 C、 目まぐるしい攻防がここは続いております。突っ込んでくる、さあダウン奪われても間髪入れずに突っ込んでくるんですが、これも鬼焼きで切り返してくる、鬼焼きの当て合いになってる、そうして溜まったところに小月、さあ少年らしいプレーが一つ見られたんですが、ダメージは5分と5分、遠距離 D、 さあどうなる、ジャンプ飛ばし、あと一発、そうですね、 M ダッシュがあと一発では微妙に足りない、そうですね、微妙に足りないのでここは相打ち OK、 少年がここは先鋒戦取っております。やはりこの2人の今日同キャラ戦はいい勝負になりますね。そうですね、当て合いになる、このわずかな体力でダメージをあまり負ってしまうと、まあ、ルオン側は苦しくなるんですが、ゲージを、そうですね、あまり使いたくなかったゲージだと思われるんですが、ここはもうたまらず使ってきましたね。そうですね、はい、草薙今日のやはり攻めの圧が強烈なので、まあ、これ以上受けていたらダメージを負ってしまうということでゲージを使ってきました。ローリングサンダー、ガルフトモホーク、ここで少しずつダメージを稼いでいく、立ち回ってほしい、うん、ピンポイントで合わせてくれ、おっと近距離し間に合いません、手は出ていたんですがルオーのジャンプを落とすことはできない、投げを一発決めて、うん、
うわー、キングルシー。そうですね、やはりあそこのキャンセルテイクレーンなどは、はい、ジェニーのキングルシーで割り込めますので、はい、ああいった場面も対策がしっかり出てますね。さあ、ここはまあどちらも上からの攻めも下段もどちらも対応していくと、ルオンの動きをよく見て対応していきます。少年ジャンプ飛ばし、少年のジェニーがここで崩れます。ヒートシールド、どこまでゲージを使う。さあ、ここでフィニッシュ、置き攻めをちょっとしのぎます。少年、さあ細かいテクニック、ここで捉えていきます。EX ヒートシールド、こういった場面で威力の高くなった EX ヒートシールドは便利ですね。そうですね、役に立ちます。前へ警戒してますね、ヒートシールド。そうですね、相手もヒートシールドを使ってくるということで、お互いにその技を警戒しなくてはならない。おっと、怖いですね。ゲージはここで、うん、まあ、ここでゲージ差はそこまで変わらないんですが、1本取ってるのは少年。あと、うん、ヒートシールドが出してくる、理解していきましたね。うわ、ここでカウンターヒット、おそらくゲージが足りる、うん、いや、ぴったりたまりました。決めていきましたね。やはり少年、うん、このジャパンリーグギリギリの試合が続きます。2対2。いやー、やはり、うん、M ダッシュ相手にもこうなるか。少年2対2です。さあ、渾身のジャンプシーリー、やはり飛びと噛み合ったりすると相手場面でカウンターから一気に持ってかれないので、はい、画面端の苦労年戦は本当に、まあ、注意が必要ですよね、お互い、はい、うん、そのカウンターもこのレベルになってくると見逃さないですからね。そうですね、はい。さあ、始まりました、 M ダッシュ少年最終戦となります。この草薙京同キャラ戦はかなりお互いダメージを取ったり取られたりでシーソーゲームが続いていたんですが、体力大幅に負けてしまうと非常に負けてしまった側が苦しくなります。立ち回ってほしい。やはりお互いダメージを取り合っているという状況。緊急し、一歩も譲りません。緊急し、88キですね。ジャピー、ここで通す、見えづらいですね。この画面端、わずかな隙間に入ってきた M ダッシュ。いや、あのわずかな隙間に入り込んでくるジャンプビア見えないですね、うん。さあ、ガードをすることはできませんでした。中堅ジェニー、まだまだ草薙京の体力は残っています。ハリアビーで触りたいんですが、ジャンプ吹っ飛ばしで潰していきます。ジャンプ飛ばし合わせてくる。さあ、細かく遠目から強めの判定を置いてダメージを取っていったんですが、ここは勝負をかけてきた、うん、そしてメニメニトゥピドゥ、ここは草薙京を倒していきます。しっかり体力回復を見越して、そうですね、はい、ゲージも使ってきましたね。いや、ここはゲージを節約することなく全力で草薙京を倒してきました。やはり追いつくこと重要ですからね、本当に。使ったゲージはもうここで貯めればいいと。さあ、腹をくくってこの中堅戦を挑んできた少年。おっと、あまりゲージを貯めることなく戦ってきますね。アリアビー、フェイントと使って投げで崩していきましたね。うっと、これは大きい。シャッターストライク、空振り、ローリングサンダーからの置き攻めはしゃがみビーヒットしましたね。いやー、この時間この体力でのガルフトム崩壊、やはり怖かったか。しゃがみビーでこじ開けていきます少年。さあ、状況が逆転しましたね。逆転しましたね。あの草薙京で全ゲージを放出したというあの作戦、うん、ここでこの M ダッシュの大将を先に引きずり出すという結果になっております。さあ、こうなると M ダッシュが今度はゲージを使うのをどうするのか。
難しくなってきますね。ジャンプ投資、うわー、ここは引っかかっている。さあ少し遅め、遅めのブレイズスロー、はい、さあやはりこの組み合わせになりましたね。そうですね、さあデイ3、3日間通して少年は全てこういう試合になっているという、そして最後の最後で勝ってきた少年なんですが、この M ダッシュまで超えることができるのか。さあ勝負の早出しもやはり少年側もやるようになってきましたね。そうですね、ここが勝負どころだと。さあ動きが早くなってきます少年。さあ息の詰まる展開、クローネンドーキャラ戦、ゲザーのカウンターヒット、これはマックス足りるか足りない、これがどういうエッグ、シャッターストライクまで、ここは見通してガードを選択していました。冷静ですね、うん、さあ最後の最後まで冷静でした。3はどういう M なし選手の勝利となりました。おめでとうございます。いや最後の最後まで冷静でしたね。そうですね、はい。